それではただいまより山川穂高選手の入団会見を行います。この度ソフトバンクホークスさんにお世話になることになりました。まずここまで決断に、時間がかかってしまい、本当に申し訳なく思っております。そして、一連の私の不祥事によってライオンズファン、ライオンズ球団、プロ野球ファン、すべての関係者の方に、多大なるご迷惑をおかけしたことを、重ねてお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。西武ライオンズさんには入団から10年間、本当に楽しい時も、苦しい時も、支えてくれましたし応援してくれました。本当に感謝しております。ホークスさんに決断した、一番の理由は、三笠 GM とお話しした時にいただいた言葉の中で、絶対に優勝したい、一緒に頑張りたいと、戦力になってくださいと、そう言ってもらえたことが、自分の心の中に、強く刺されました。それが一番の理由になります。私は来年プロ11年目に、なりますが、ホークスのユニフォームを着ることになります。ですがマイナスからのスタートになると思っております。一日一日をこれまで以上に自覚を持ち、責任のある行動を取りたいと思っております。新人の気持ちで全力で頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。諦めたお前消防士なるよ。